はい、おはようございます。夏です。今日は暑いよ。夜中結構寒かったのにね。まあ布団をあんまりかけてないっていうのと、窓っていうかね、扉が開け放たれていたのでね。で、あれ、ジャン君いない。ジャン君また撫でられに来ちゃったのかな。撫でてるよ。はい、パンちゃんもいで。パンちゃん、パンちゃんもいで。ジャン君のそば。ジャン君のそばそば。ねえ、ジャン君のそば。パンちゃん。部屋の温度が28度になろうとしていたので、今エアコンを入れました。よかったね。快適です、きっとね。そっか。そうなんですか。よかったね、よかったね。うん、そうね。ほんちゃん。ほんちゃんは必死に爪を研いでいます。はい、今度ジャン君が、はい、入れ替えか。あ、ワンちゃん。ジャン君が爪を取りに。おお、怖いか。ワンちゃん。やっぱりジャン君について回るだけなのね。さ、じゃあ始まります。ワンちゃん。夜が更けてもうすぐ11時になろうかという時間です。今日も特に何事もなく、終了を迎えそうですが、ちょっとですね、会社の方のことをようやく苦手分野をですね、目処がつけられるかなというところに来ました。それと別に、メガバースとか FNT とかっていう分野をですね、ちょっと調べていたところ、クライス、なんだっけ、あるんですよ。3D 空間がね、そこに、してみようかなと思っているんです。まあ、まず最初にね、やってみる場所ね。それと、いわゆる仮想通貨みたいなのを必要とするらしいんで、そういうものもちょっと手配を考えなきゃなというところなんですが、そういうめんどくさい難しいことよりもですね、まず最初から、自分のキャラクターで、やりたいなと。という部分では、自分のオリジナルを作るという、いわゆるポリゴンで作るっていうことになるんですけれども、それができるかもしれない。まあ、どのぐらいかかるかわかんないですけどね。できるかもしれないということが分かってきたので、他のもろもろ会社系のね、ことを済ませたら、ちょっと勉強して、まあ、これね、勉強してその未来につながるかというと、自分たちのを作ったらそれで結構満足して終わるかなと思っているので、いきなり始めてもいいのかなと。下手でもね。で、そうね、できたらメンバーの、ジャン君ポンちゃんのメンバーの皆さんに、もう配布できるといいなとは思っていますが、そこまで熟練してくるとですね、それで商売やった方がいいんじゃないってことになりそうなので、それはちょっと避けようかなと。まあ、メンバーの皆さんぐらいまでで収められる、いろんな技術はまあ身につけてないけれども、使いたい人これどうぞっていうのを、そういうのってできるのかな。まだちょっと分かりませんので、未来のことをあれこれ言わずに、今はまず勉強から始めます。それと別にね、アニメーションの勉強とかもしなきゃいけないので、
老体に鞭打ってという感じですが、頑張ってみましょう。猫のキャラクターがいいということなので、ジャン君の顔をかぶった黒犬とポンちゃんの顔をかぶったマオイママさんが、3D 空間に登場する日はいつだ、夏ぐらいまでにできたらいいなということですね。あと、いろんな猫の、顔を作れれば皆さんにもっていう感じですか。柄変えるだけでもいいんであればね、できるんじゃないかなと思っています。はい、どうした。はい、はい、帰っておいで。ママ呼んでんの？ポンちゃん、ポンちゃん、おい、ママはまだ帰ってこないのよ。ポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃん、おいで、おいで、おいで、来る気配がないね。ポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃん、ジャン君迎えに行ってくれないかな。多分寂しくて泣いてるんだと思ったんだよ、さっき。行ってもらえませんか。ポンちゃん、来ないかな。あのままずっとママさん待っちゃうのかな。もう出ようと思ってたんだけど、はい、暗くてわからないよ君。はい、ポンちゃん、はい、はい、はい、うん、はい、寝ようよ、はい、はい、はい、あら、ジャン君は今度こっちかい、はい、寝ましょうか。